義手四十七図、千葉三郎兵三忠千葉三忠元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼市四十七氏の一人、通称は、三郎兵。女王二年、摂津高月藩長池家臣の千葉元の女三久の、次男として誕生。母は、針間赤楼藩浅野家家臣の千馬三右衛門の女子、兄の茨城佐大右衛門がいる。同族で、 同藩家人の千葉三都氏の養子に入った。漢文11年8月17日に、養父、三都氏が死去すると、この時に家督を継いだものと考えられる。阿公判では、馬回り役、終門改め役を務め、百国を判だしかし、実直で融通が効かない性格だったため、主君の朝の長りにさえ、しばしば直言したため不況を買い、 ついに元六十年八月十八日には、閉門を命じられ、六高も三十国に、現地される。それでも、三忠の直言癖は治らず、長野との関係は悪くなる一方だったので、元六十四年三月初めには、三忠の方から、朝の家に、暇願いを出した。しかしその許しが出る前の三月十四日に、朝の長野は、は、いをしなかに人情に及び切腹となった。 どんなに嫌われていても仕組んには違いないため、吉良を撃つことを決意し、筆頭画廊の大石義雄の名役に加わった。阿光城会場後は、大阪の兄の元に身を寄せ、元禄15年1月に大石に正式に、新門決板書を提出した。9月7日に、江戸へ下校し、新興寺町4丁目の借屋に住んだ。変名は、原三助。キ屋敷内入りの際には、 裏門隊に属した。本会後、伊予松山藩主、松平忠史家の三田中屋敷にお預けとなり、道家家臣、羽垣義大部の解釈で切腹した。去年五十一他の老子と共に、主君、浅野長典と同じ江戸の高輪船学寺に葬られた。法名は、波動多外見神寺。維持の千葉信忠は、世間の阿光老子英雄家が、 後押しもあり備前岡山藩池田家に召し抱えられたという。ありがとうございます。